リフォーム頼むにね、だいたいみんな家建ててから何年目ぐらいの人がぼちぼちリフォーム、何年目ぐらいが多い？そうですね、うん、まあリフォームのその種類にもよるんですけども、早いとこだったらまあ、うん、新築からまあ15年ぐらいから、まあ、みんな触り出す、ちょこっとまあ、あのクロス張り替えたり、15年目ぐらいでまずクロス、そうですね、ほいで、まあ、クロスを張り替えるのが大体15年目ぐらいから始まる、そうやね、あとまあ、外壁の塗装、外壁の塗装は大体塗装はまあ20年ぐらいか、20年、そうやね、それはまあみんなちゃんとするんやな、そうですね、ほいで他にあとまあ、リフォーム、新築やった家にリフォームとかまだね、あんまりない、少ないんやけども、まあ紹介でリフォームするとこは、まあ大体地区、古いとこでまあ30年から35年の家かな、30年から35年の家がお風呂触ってトイレ触る、トイレ触ったり多いですね、水回りがやっぱ一番多いですね、台所より、台所よりやっぱり、じゃあ台所も朝のとこもあるけども、やっぱり一番お風呂、お風呂、トイレが一番多いかな。ほんで、大体そのリフォームにかける費用ってね、まあ大体トイレは大体平均してどれぐらいお金かけてる？トイレはどうでしょうね。その家によって違うやろうけども、いくらからいくらで。大体どうやろう。30万から50万ぐらいで、ほいで一番多いラインはどれぐらい？多いラインはやっぱり50万で、50万ぐらいの人が多い、でも30万でもリフォームするっていう人がおる、それで、風呂は？お風呂もね、その、お風呂のその大きさにもよるし、グレードにもよるんであれなんやけども、お風呂触ったらやっぱり最低100万最低100万、お風呂とともにその洗面所も、お風呂と洗面所は絶対、絶対必要なんでね、セットになってるんでね、そうなんや、まあそれが100万ぐらい、そうですね、最低やっぱ100万ぐらい、100万ぐらいできますよね、そうなんや、まあお風呂据えたらまあ200万300万あそうのとこもあるけども、ね、まれに少ないよねそんなとこは、私はこういう風にしてほしいっていうこだわりのある人っていうんとね、いてますね、それでまあ大体こう、勧められるままにほなこれにしようかっていう人とね、これからはこだわる人増えてくると思うんやけどね、今のところ割合的にはどんなん？お風呂とかね、触るとこはね、まずもう女の人が多いんで、やっぱりもう、お客さんが選んだお風呂とか多いですね、男の人はもう比較的に家の中はあんまり、触るとこ少ないんでね、大概女の人ばっかり、大概も女の人ですね、だね、最近の流れやなっていうね、こういう風にしてくれっていう雰囲気はね、どんな感じ？お風呂ですか？その全体的にね、リフォームでね、イタリア調にしてくれ、和調にしてくれとか、いろいろ、こういうの流行してるなって思うのは、この今はやっぱりどうやろう、やっぱ洋風が多いね、洋風にしてくれ、和風はもうほんまに少なかったですね、洋風にしてくれ、でその洋風でもね、アメリカンカントリーだったりね、フレンチだったり、いろいろ雑貨の流行は変わるやん、それは家の流行はどう？家の流行はどうかな、結構洋風やけども、なんか欧風を取り入れたところとかも多いですね、欧州風、ヨーロッパ風、ヨーロッパ風とかも、で国で言うたらポルトガルとか、あとそのイギリスとか、イギリスヨーロッパ風かな、みんな具体的に写真を持ってくる、写真はね、持ってくるとこもあるけども、少ないですね、ほんともうほとんど業者さんの提案、そうですね、提案、そうなんや、あとまあどこどこに行ったんで、中井さんの方からこういう風にしたらどうなっていう提案のね、そのこれええぞと思ったネタいっぱいあるやん、はいはいはい、どんな感じで勉強してんの？やっぱあちこち見て、
そうですね、今までの経験とかもあるし、うん、あとそのね、あちこち、まあ、見たとこもあるし、うんうん、あとまあいろいろその想像で想像でまあミックスして、うん、もうほらイメージできるんやな。イメージ違う、大体ねこれ作ったらこれ、うんこのうちにはこれ作ったら合うんちゃうかなっていうのを思い出して。あ、なるほどな、なるほどな、そんな感じ。